はい、キャンドゥでアルコールストーブを買った際に一緒に見つけたボリキ缶です。インテリアポットという名前ですが、ちょうど専用スタンドにすればいいなと思ったので、マジックで線を引いて、薄い鉄板なので簡単に手の子で切れました。こんな感じです。で、あとはメンディングテープを貼って等間隔の穴を開けて、ぐりぐりと広げてやればこのようになります。ステンレス板2枚を重ねてごとくにしてます。ということで今回はですね、自動炊飯をやってみようと思います。ダイソーの新商品でマッコリコップというのがあるのを知りましたので、これがアルミのですね、やっぱり丸い形のボールなので、ちょうどいいなと思って、で以前もですねメスティンで米を炊いた時にすごく美味しく炊けたので、もう米イコールメスティンだったんですけど、アルコールストーブのような丸いもので炊くときにはメスティンのような細長いものだとどうしてもこう一部分にしか炎が当たらないような印象があったので、今回はこのマッコリコップでやってみます。アルコールストーブはですね小爆発を起こさないように今映ってましたがスチールを巻いて、あと、ジェット口の穴の径も 4.5 ミリまで拡大してます。まあ、これによって現在のところ、アルコールが液体が飛び散るような、爆発は起きてないので今のところ安全に使えてます。アルコールストーブのプレヒートから本燃焼までの様子になります。焚き火と違ってですねとってもこう炎を見ててなんかこう神秘的というか幻想的というかですね、そんな雰囲気が楽しいですね。はい、炊飯はですね比較的簡単な調理だと思うんですけど、どうしてもこうアルミ製の、クッカーが有利なの でたまたまですね、ダイソーからこのアルミ製の、コップ、これお酒ですかね、マッコリーっていう、これを飲むためのものなんだと思うんですけど、出たというのを、福さんの動画を見て知りましたので、早速購入してきて試してみたところです。何回か挑戦してみましたが、すべてうまく炊けましてですね、これは本当に、簡単だなと思って気に入ってます。このように最初に研いだお米を、まあ、30分から1時間ほど水に浸しております。でそれを、アルコールストーブ、約 30ml ほどの燃料を使って、炊いていきます。今回はですね、特に、研いでこのコップに入れただけなんですけど、やっぱり汚れ物が出るのが嫌だなと思って、その後はクッキングシートを敷くようにしました。やっぱクッキングシートを入れておくとですね、片付けが楽だし、焦げ付きもですね、鍋底につかないので、まあ、そういう意味でもとても便利です。したがって準備としてはですね、シェラザルをこのマッコリコップに入れて米を研いで、研ぎ終わったら、今度は、ボウルの水を捨てて、そこにクッキングシートを敷いて、でシェラザルごとですね、そのマッコリコップにこう押し付けるような感じでグッとやると、ちょうどクッキングシートがマッコリコップにの形になりますので、そこに米を入れるという形で準備はできます。ちょっと言葉だと説明しにくいですけど、また機会あれば動画にしたいと思います。
まあ、焚き火と違ってですね、アルコールは放置しておいても、まあ、勝手にですね、安定した火力で、最後まで燃焼してくれるので、そういう意味では本当にまあ手抜きができるというか、自動炊飯という、こう楽な調理が可能になりますね。はい、湯が沸騰してですね、ちょっとこう吹きこぼれがあってですね、あの下の、まあ、金属トレー敷いてるので、あの大丈夫なんですけど、0.5 合の米だと少しこぼれましたね。このあと 0.3 合にするとですね、吹きこぼれもなくて良、かったですね。まあそれぐらいが多分ベストかと思います。どうしても汚れちゃうと後片付けがあれなので、 0.3 合ぐらいが適量ですね。今日もですね、あのキャンドゥに行ってアルミの風防があるっていうことをちょっと知って見に行ったんですけど、ありませんでした。ただアルコールストーブがですね、大量に入ってたんですけど、何やらですね、私が行った時には二十数個あったのに、見るとですね、もう全部なくなってて、何なんですかね、あの10分ほどの間に転売屋さんですかね、持っていかれました。で、なんかこうアルミ風防についてはですね、いろいろお店の人に聞くと、ここにありますよみたいな形で、なんか店舗のマーカーとかも塗ってくれてですね、とっても助かりました。まあ、ただまだ行ってないので手に入ってないんですけど、いいなと思ってます。なんかキャンドゥではですね、100円よりも高い商品のことを高価格商品と呼んでまして、それはですね、キャンドゥの直営店でないとないと、まあ、要は提携しているですね、お店ではなくて、キャンドゥが、直接経営をしている直営店ですね、こちらでないと、その330円とか550円の商品はないということで、なんか限られた店になるそうです。まあ、ちょっとまた探してみたいなと思います。はい、燃料もなくなってきました。このジェット光の径を拡大したために、つき始めとか消える時もですね、ちょっとこう楽しい感じの映像が撮れます。赤いのはスチールールですね。加熱したスチールールが、ちょうど電熱線のような感じで、まだ燃えているような状況です。スチールールはですね、燃えて減っちゃうかと思ったらそういうことではないみたいで、まあ、しばらくはですね、このまま使えそうです。鉄なので、まあ、鉄って実は強粘性の物質でですね、燃えるとなくなっちゃうんですけど、まあ、スチールールの場合は酸化鉄になって、すぐになくなるということはなさそうですね。はい、これは初めて炊いた時のご飯ですね。やっぱ初めての時はですね、ドキドキするんですけど、まあ見た目表面的にはですね、すごくいいなという状況でした。で、ちょっとこう鍋底とかをですね、こう、そうですね、混ざってみると、混ざるっていうんですかね、なんかこうしゃもじでかき混ぜてみると、はい、焦げも全然なくてですね、まあ、素晴らしいですね。やっぱりこうアルミ製のクッカーというのは特に、炊飯には強いですね。まあ文句なく美味しかったですね。
2番目の出来って書いてるんですけど、なぜかというと1番目はですね、最初にお見せした、焚き火のメスティン炊飯の時、あの時がですね、米の甘さがすごく、際立って炊けましたので、最高だったんですけど、それに次ぐ出来という感じでしたね。私の場合、美味しいお米を炊いた時はですね、炊けた時はですね、おかずは一切いらないので、あってもですね、米の味に集中したいので、全く食べないので、こんな風にお米だけいただいてます。2回目以降ですね、炊飯した時は、今写真出てるように、クッキングシートを敷いてやってます。この方がやっぱ後片付けが楽ですね。ただクッキングシートの端の方がですね、ちょっと燃えてしまって、このマッコリコップのへりがですね、焦げがついているので、結局洗わないといけなかったんですけどね、スポンジとかで磨かないといけませんでした。このマッコリコップはですね、表面がアルマイト加工してるんですかね、ちょっとあまりスチールとかで磨くと傷みそうで、柔らかいスポンジとかでやってるんですけど、クッカークリップなんかで掴んでもですね、その掴んだところがちょっと傷がつくような感じで、扱いが難しかったですね。持つものがないので、私の場合はその米を研ぐときに使ったシェラザルに入れて、また持っていただいてます。ちょっと熱いので、鍋つかみとかそういうものが必要だぞみたいですね。ということで、気に入った方はまた、チャンネル登録をお願いしたいと思います。